ジャドーのニョロニョレイディオ。はい、始まりました。ジャドーのニョロニョレディオ。お相手はありがとうツッツでお送りします。このラジオはリスナーの方からいただいたトークテーマをもとにあーだこーだトークする番組となっております、はい、最後までお付き合いくださいませ。はい、イエーイ。さあ、初のゲストをお迎えしております、はい、フルーティスト松井ゆうき。イエーイ、イエーイ、パフ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 、イエーイ、パフパフ。はじめまして、フルティストの松井ゆうきです、はい、よろしくお願いします。初ゲストですよ、ジャドのニョロニョレディオのこの間ね、3月20日に無刀亭で、はいはい、ジャドーと松井ゆうきのライブを、うん、はいはい、コラボさせていただきました、うんうん、もうとっても楽しかったです。ありがとうございました。寒かったよね。寒かったねほんまに寒かったねあれはね、本当にごめんなさい。もう あんなに寒い、三寒四温っていうやつやね。そうやね、うん、海風が、ね、そしてね、そう海辺でね、うん、すごかったよね。めちゃめちゃ寒かったですねもう申し訳ない。もうなんか、ありがとうございます。素敵な衣装をね、用意してくれてたのに二人でコートを着て北ウイングになってたもんね北ウイングとか分からんやろ、ね、あ、分からへんか分からへんって。中森明菜さんなんですけど分からへんと思う。分かんない。松井ゆうきちゃんのこと、はい、多分ね、ご存知ない方もいてらっしゃるかもしれないの で、ね、もしよければ自己紹介なんか、うん、軽くしていただければ。はい、はい、兵庫県出身で、ジャズを中心にフルートを演奏で活動しています、うん、昼間は兵庫県認定音楽療法士として、障害児や障害者の方を中心に音楽の活動を施設回ったりしていて、夜はジャズバーを中心に演奏活動を回っているものです。なるほど、なんや、知らんかった音楽療法してんねや。はい、そうなんです。そうなん、兵庫県の音楽療法の一番トップの人、私友達よ。松崎先生。そう、何何何何、昔一緒にバンドしてて。バンドしてんのそう、昔ね、やっててそう、松崎先生から三浦春雄さんと一緒にしはるんやねっていうお話も。そうなんや、あの人超大物なんでしょ。大物、そうそう、素晴らしい先生です。ちなみにそのバンドやってた時、その松崎さんは何のパートをされてたんですか。ピアノ、ピアノ。あ、ピアノの方ね、うんうん、私があだ名ブレンダっていう黒歴史知ってるそれ、そやろ知らなかった。バンドネームブレンダでやってました。かっこいいでもそれをやってたから、それをやってって、なんかまあテルミンがいたり三振がいたりちょっと変わったバンドで、その時、うん、全然2個やってなくて、はいはいはい、そうで、それをそのバンドを見た私の母の友人が2個くれたっていうきっかけになっているんですよ。いや、もうほんまエピソード0やね。そうやね、なんか松崎さんと的には、うん、その私が今プロで2個を弾いてるっていうのはすごい衝撃やと思う。あ、なるほど。あの時もなんかちょっとチンドン太鼓を叩いたり、うん、ちょっとコーラスしたりとかっていう感じだったから、うん、なるほどね。そうなんです。すごいエピソード0を聞くことができましたそうなのか、すごい、そういうお仕事してはんねや。そうなんです。ジャズフルーティストのイメージしかちょっとなかったですよね、うん、ね、うん、そうですね、なんかやっぱり仕事始めたての頃はもう施設さん訪問してる時はもう施設さんの顔をして、うんうん、で夜演奏してる時はもう夜の演奏の顔をしてたんですけど、うん、なるほど。最近はね、やっぱり音楽を楽しいっていうことをやっぱりね、伝えたいっていうのはやっぱり根底は一緒だなと思って、うんうんうん、最近はもうどちらも公表するようにしています。昼の顔と夜の顔が そうか。でも私もね、ツッツーとも何回か言ったことあるけど、老人ホームとか施設の演奏大好きで、もう2個とかもぴったりなのよね。そうですよ、2個とアコーディオンもね、やっぱり、うん、あーね、そうですね、昭和歌謡とかね、合うからね。あー、いいですね、いつでも読んでうわー、もうゴージャスです、もう、ね、大好き
やねん、もうおじいちゃんとかおばあちゃんの前で演奏する。ぜひともよろしくお願いします。青い山脈とか。青い山脈弾くよ、ね、弾くよね。もうイントロ吹かしてくださいタッタッタでやつね。あの昨日つつあの星影のワルツ弾いてたよね。星影のワルツやっぱね、アコーディオンでその僕も老人ホームみたいなのがやっぱ行くこと多くてね、リクエストやっぱ多いんですよ。 ああいう青い山脈もそうやし、はい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 、だからもうなんか覚える ね毎回弾いてるから、うん、そうですね、やし聞くと落ち着きません。あなんか、ね、そうやね、いい曲よね。なんかこうおじいちゃんおばあちゃんのこう好きな曲ってやっぱこう決まってるよね。うん、日記な曲ってね、うん、決まってますよね、うん、決まってなんかこうやっぱり本当にね、そう戦後とか戦前とかってこう、うんうん、あーそうやね、うん、もう歌が楽しみで、そのねそんなにメディアもないし、うんうん、まあ娯楽がね当時はね、そう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 、歌ぐらいやもんね、うん、きっとね、物もないし、そう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 、うん、うちのおばあちゃんも亡くなったおばあちゃんももう美空ひばり、うんが大好きで、弾くわよ、弾くわ、うんうん、でひばりちゃんの歌でなんかこう支えられたみたいなこと言ってたもんね。ねえ、まあそんなあのジャドーと松井ゆうきのライブでしたけども、はい、どうでしたか、ゆうきさん。いやー、もうジャドーさんの楽曲が本当に好きです好きですやっぱ世界観がねありますよね。しかも作曲される方それぞれの世界観があるから、どの曲もすごく楽しかったし、特にやっぱフルートっていう楽器だからこそ、すごい自分で言うのもあれですけど、なんか、ま、合ってるなって思いながら、ね、めちゃめちゃ合ってたよ、うんうんうん、なんか本当このね歴史の深いこのバンドにポンって入らせていただいた、うん、歴史の深いなんて言ったらいいでしょう、歴史深い、ね、まあ、ありがたいことに今年で10周年目ですけれども、我々入らせていただいて、なんかちょっと大御所感みたいな、全然やけど、すっごい楽しかったです本当にこの楽しさが、ね、伝わったらいいんですけど、ね、いやお客様には伝わってたんじゃないかと思います。ね、うん、風もすごいこう、曲の前奏のような感じでボーボーみたいな、そうそうそうボーボー言うてたもん、うん、でもあの風があったからこそこうなんか映えるみたいな感じも、ね、うん、ありましたし、うんうん、寒かったけどね過酷やったわちょっとまたぜひともご一緒させていただきたいです、はい、いやこちらこそですよ、ね、本当にね、本当に楽しかったです、まあ、何曲かね、ゆうきちゃんの曲、うん、我々演奏させていただきましたけれども、まだまだあるんでしょ。あります、楽曲は。はい、ちょっとありますし、また作りたいなってすごい思いました。新しいインスピレーションをすごくいただきました、うん、へえ、うん、どこでやろうねあんま我々ジャズではないもんね、ジャンル的にはね。そうやね、ジャズはね大好きではあるけれども、ね、そうやね、なんかまあジャドーはね10年もやってたらやっぱりこうなんか、はい、固まるというか。ああそうやね、わかるわ。そうですよね、なんかこうステージの後ろからね見させていただいてた時とかも、うん、もうやっぱりこう目を合わさなくても分かってるみたいな、あの空気感ってすごかったですやっぱ10年のこの歴史、あとあの重みや重み生まれちゃったなんか、いやすごい本当にやっぱりバンドサウンドってね、そこがやっぱりいいところなんで、そうですね、いやありがとうございます、ありがとうございます。いやもうこちらこそです、ありがとうございます、まあ、今日はねそんな松井ゆうきさんの曲をうん、ちょっと、はい、聞いていただきたいなと思うんですけれども、はいはい、どの曲を聞いていただきましょうか。はい、その、20日の無刀亭さんでもやらせていただいたんですけれども、私の、ファーストアルバムよりフラワークラウンっていう曲をお届けしたいと思います。
聞いていただきましたのは、はい、松井裕樹フラワークラウン。いい曲ね。ね、この曲はるちゃんもね一緒に2個でね、うん、参加して、うんうん、そうそうそう、めちゃめちゃいいハーモニーでしたよ。ありがとうございます。ちょっとごめん、あの私ソロのとこ半分で終わってもうて、なんかちょっと今言うて感じだけど、もう本当になんかなんで今言うの、うなんか ゆうきさんがあえってみたいな顔したからいやいやいや、そんなことそんなことないです、そんなことないです。なんかあれなんか終わってもうてんないや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 、あの空間はあの尺で良かったです。なるほど、ほんまにほんまに慌てる。もうそんなんね、決めてたら音楽じゃなくなっちゃう。あ、なるほど、ね、いいこと言うね。なんか、ね、なんかふって投げてしまったのよ ね、 なんかね。いやきっともうそこが全員一致で気持ちいいところやった、ね、なんかね、そんなことになってしまいました。あ、ということで、はいはい、この番組では、トークテーマ、そして邪道、そして松井裕樹への質問などを募集しております。いいすね、はい、芦屋ラジオアットマークアシアラジオアットマーク gmail.com、 はい、もう毎週言われへん、アシアラジオアットマーク gmail.com で、どしどしメッセージなどお寄せください。はい、はい、それではまた来週お会いしましょう。お送りしたのは春代とツッツとゆうきでした。にょろにょろ。